外に出るな、店は閉めろ、8時に帰れ、酒は飲むな。我慢我慢、自粛ばっかり押し付けて、一体この国の東京都の政治はどうなってるんでしょうか。東京都にはまだ28兆円も資産があるんです。思い切って2兆円規模の経済政策、東京版レスキュープランをやりましょう。はい、というこんばんは、参議院議員の音喜多駿です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。まあ今日は、6月7日にこちら収録をしております。先週の金曜日に我々東京維新の会、都議会議員選挙に向けた重要公約を発表させていただきました。まあそれが今冒頭でね、今怒りをいろいろ述べさせていただきましたけども、東京版レスキュープランと題しまして、2兆円規模の、財政出動、経済対策を打って、まあ、東京都の今の皆さんを困っている皆さんの状況を救ってですね、そして経済をガッと回復させようというのが目玉プランであります。で、まあ、このね、2兆円ということで、何をするのかということを、まず順番にご説明させていただきますと、記者会見がね、散々早口だって怒られたので、少しゆっくりめに喋りたいなと思いながら、だんだん早くなっていくと思うんですけども、2兆円規模ということで、例えばですね、本当に今困ってる事業者の方、もうお店も閉めろと、休業しろと、いろいろ言われてますから、やっぱり事業者の方、お困りな方多いと思いますので、持続化給付金、まあ、これをもう一回やりましょうと。東京都独自にやってもですね、東京都内の事業者にやるということを、前回と同じ規模でやることを試算しますと、1.2兆円あれば十分にできます。これもう一回やりましょうと。です。家賃支援給付金、やはりテナントで、借りてる、お店を借りてるところは家賃大変ですから、これも東京都内の事業者に、東京版としてもう一回やりましょうと。これ大体1200億円あれば実行できます。そしてですね、やっぱこのコロナで最も傷ついた、もう負担をね、押し付けられたのは子供たち、子育て世代ですから、もう15歳までの子供たちには一律10万円給付、もう一回やりましょうと。そして、高校生、大学生には授業料の支援、これも同じ金額やりましょうと。これまとめて2800億円で実行できます。さらにですね、キャッシュレスポイント還元で景気を回復させる、皆さんのお買い物を支援すると同時にですね、景気を加熱させて経済復活させていく。これでもね、3000億円ぐらい思い切って予算つけてですね、PayPay方式でたくさん皆さんにお金使ってもらって東京の経済回しましょうと。で、そして最後にですね、区市町村に交付金、区市町村に自由に使ってもらえるお金を3000億円、東京都内の区市町村に皆さんにお配りをして、で、高齢者のケアとかですね、まあ、地域に最も密着してる区市町村が一番ニーズ分かってるわけですから、区市町村にいろんな対策をやってもらいましょう。まあ、これは締めて 2.2 兆円。まあ、これをね、思い切って東京都が支出をして、2.2 兆円の経済対策、東京版レスキュープランをやりましょうという内容を発表させていただきました。まあ、この発表するとですね、まあ、いろんなリアクションありまして、まあ、維新がばらまき、こんなに財政出動と、まあ、なんかいわゆる緊縮、身を切る改革みたいなことばっかり言った維新が、こんだけ金を出そうと言ってるなんて珍しいぞみたいな目で見られることあります。そしてそんなことできるのかと、いくら東京都とはいえ 2.2 兆円ってどういうことやねんという方もいらっしゃいます。で、実際ですね、まあ、今政府与党も自民党はお金出しませんと、補正予算も組まないで国会閉じますと言っています。で、小池知事、東京都も、まあ、国がもうお金出さないなら東京都も十分な保証を事業者にできない、お金はもうないんだと言っています。で、財政調整基金というですね、まあ、いわゆる、自治体の貯金、財政調整基金も、まあ、残り20億、もうほとんどすっからかんですよね、東京都の財政規模から言ったら。すっからかんになってしまったということを、もうニュースは先日流れておりましたけども、これ本当なんでしょうか？本当に東京都、お金がないんでしょうか？そんなことないんですね。なんと東京都は28兆円ですよ。28兆円も資産があるんです。もちろんインフラとかね、すぐに現金ができないものもありますけども、それでも28兆円のうち、1割でも切り崩すことができれば、2兆円以上の財源出てくるんです。で、先ほど私が申し上げた、東京版レスキュープラン、持続化給付金の第2弾、家賃支援給付金第2弾、子供たちに10万円一律給付、まあ、こうしたらまとめて全部できる。まあ、たった1割切り崩すだけで、東京都は実行できる。この財政余力があるんですね。で、もちろんこの資産を切り崩すというのは、とんでもない抵抗を伴うわけですよ。この資産自体がもう利権と結びついている場合がありますから、まあ、事業とか民営化とかそういうのも含まれますからね、こういう資産をやはり売却しようとすれば。まあ、それはもう、これはできませんって、できない理由をみんな並べ立ててきますし、そんなことしたら危ないですっていう心配する理由とかね、とにかくもう、反対する人は反対しますけど、でもこの抵抗をですね、
ちゃんと跳ねのけて、ここに切り込んでいくのが政治の役割であって、皆さんに外に入れるな、店は閉めろ、8時に帰れ、酒は飲むなと、我慢我慢を押し付けることが政治のやることではないと、私たちは思うんです。ですからこれにしっかりと切り込んで、まず財源を生み出していく。これがね、私たちは必要だというふうに考えておりますので、東京版レスキュープランというのを発表させていただきました。ちなみに当面の財源として、資産は2兆円、この大行財政改革やってですね、例えば東京メトロの株を売るとか、東京メトロの株約半分東京と思ってますからね。あるいはですね、先ほど申し上げた民営化、水道事業の一部とか、都営住宅とか、いろいろ民営化できるものたくさん東京都ありますから、民間ができることは民間にお任せする。そしてね、都庁の第二庁舎、今第一庁舎、第二庁舎ってツインタワーが都庁を立ってるんですが、第二の方に入ってる事業って、ほとんどね、公営企業とかですね、民営化できるものばっかりですから、もう第二庁舎ごと民営化する。最終的に建物も売却する。こうしたことをしてですね、2兆円の財源を生み出していけると、私は十分考えてますけども、ただ即時ですね、そんな現金化できるわけじゃないので、それまでじゃあ2兆円どうやって用意するんだということで考えてみるとですね、基金が財政調整基金といういわゆる一般貯金、普通貯金以外にもですね、他の定期預金みたいにね、別の名目で積み立ててる貯金が東京都いっぱいあるんですよ。これだいたい5500億円ぐらい残ってます。なんでこれを取り崩す。条例改正が必要になりますが十分できます。そして公営企業会計からの借り入れということで、公営企業、要は東京都が運営している企業っていうのが、中央卸売市場とか、水道、下水道、そして都営地下鉄とかですね、いろいろあるんです。こうしたところでキャッシュリッチなんですよね。超優良企業だったりしますから、流動資産、現金たくさん持ってるということで、例えば中央卸売市場会計には6500億円ぐらい、流動資産ありますし、水道事業会計にも2600億円、交通事業会計にも300億円。こうしたものを一旦借り入れる。当面貸してねということで借り入れる。プラスですね、さらに足りない分は、都債ですね、借金、債券を発行して都債で現金を、キャッシュを賄うということで、これ当面の2兆円、2.2 兆円の財源を生み出して、先ほど申し上げたような改革で数年以内にしっかりとですね、バランスさせて、帳尻を合わせて、将来世代への月は先送りしない。こういうプランを私たちは今回、東京都議会議員選挙の公約として立たせていただきました。手前ミスでありますけど、かなりこの政策は綿密に試算もしてですね、実行可能性等々も検証した、レベルが高い政策だと思っております。で、これを、まず今、緊急事態ですから2兆円バーンと出すと。で、その後に、で、当面の財源は先ほど申し上げた、都債の発行であるとか、借り入れ基金の取り組みも分からなくて、その後行政改革っていうのは、これ結構ね、自分で言うのもなんですけど、美しい流れで、この行政改革っていうのは、東京都別にこれは、無理やりこの出しちゃったお金を、この戻すために雑巾を絞り出すようにですね、もう本当に締め上げて緊縮財政やるわけじゃないんですよ。本来東京都はもう改革をもっともっとやってこなきゃいけなかったのに、あまりにもですね、財政余力がありすぎて、余裕をかますぎてですね、ずっと先送りにしてきた。この改革をこれを機会にやりましょうよということで、そんなに無理しなくても、やるべきことをやれば2兆円の財源出てくるわけですよ。でも、やるべきことやってこなかったから、今もやろうとしてないですよ。それを今回のコロナを機にですね、思い切って今目の前で困っている人たちを助けて、経済バーンと回復させて、そして、やるべき改革もやろうということで、いわゆる一石二鳥というから、コロナを機化としてですね、これまで進まなかった改革を進めるということですから、何を無理するわけでもありませんから、まさにこれは今やるべきこととしての政策パッケージとして、私は非常に正しいご提案ができたかなというふうに考えております。なので各種の新聞等々でも徐々に取り上げていただいておりますけども、この東京版レスキュープラン、これはね、東京都はぜひやっていただきたい。小池知事も、やっぱね、無責任だと思います。やるべきことが、まだできることがたくさんあるのに、やらないで皆さんに我慢を押し付ける政治、これは間違っています。で、こういうことを言うと、そんなこと先に吉村知事に言えって言われるんですけども、もう全然ね、前提が違うんですよ。もう東京都と大阪府では。今申し上げたように東京都は28兆円財産があります。資産で35兆円。で、負債を、が 6兆円、7兆円ぐらい。で、差し引き28兆円、純資産があるわけですよ。で、大阪府は同じような見ると、だいたい資産がですね、これコロナ前でですよ、資産が7兆円弱。で、負債も 5.5 兆円あるんで、もう 1.3 兆円ぐらい。1.3 兆円だったらもうインフラとか、そういうの含まれますから、もう流動資産とかほとんどないわけですよね。で、これコロナ前だからさらにもう今言って1兆切ってると思います。だからこういう状況と、1兆切ってる大阪府と資産が1兆切ってる大阪府と28兆まだある東京都では、もう全然状況が違うわけですよ。で、東京都はできるわけですから。で、これ全国横並びとか言ってたらですね、この危機脱出できませんから、できるところ、東京都が思い切ったこの東京版レスキュープラン、2兆円ぐらい金額出してバーンと景気を回復させてですね、東京引いては日本全部を引っ張っていくと。これはね、できる人がやっていく、ノブレスオブリージュの精神でですね、
しっかりと政策を実現していくということをですね、これ都議選で強く訴えて、私たちは実現したいというふうに思っております。ぜひ、皆さんにも、東京都民の皆さん、そして東京都にお知り合いがいる皆さんですね、この東京版レスキュープラン、我々日本維新の会が自信を持って今回、提言いたします。東京版レスキュープランを、ぜひ多くの方に広めていただきまして、今後ともご視聴ご鞭撻と、チャンネル登録、都議選の行方にご注目をお願い申し上げまして、今日の Vlog としたいと思います。それではまた次回、さよなら。Thank you.